心うるつとってんが悪い。His voice is not... なぐもか。Oh, no. 何か用か。冷たいの。もう知らん中じゃないじゃろが。お？今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。なら早よ東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです？よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。ユータ、ユーサミ、オフィヒロシファ。バカだり。誰が文句言おうが知らんわ。おい、ユータ。How did these guys not know you, Kazumers? まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつも聞いてねえみたいですけど、ほら。あのクソゲタが。今度にしましょう。ね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。せやの。今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。ったく、面倒なのに関わっちまったな。噂をすればってやつだ。ん？ちょうど今桐生さんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか？なんだ？桐生さん、野球できます？うん、まあルールくらいは知っている。そっか。飯野君のやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね、急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには夕べから世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい、なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか。うん、球場まで案内するけど、私まだ支度があるから、先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。ああ、わかった。Go to the ropeway station. Okay.
I can't go that way though. No, I can't. しげく建てる家々を足引きの山の尾の道道狭きまで尾形公は It's rare to find a city bordered by ocean on one side and mountains on the other. 尾の道 is special.切れぬ島々の名や夏霞み笑み水陰 I get the sense that those islands feigning in and oh I missed that Can't go this way. Oh.のどかさや小山続きに塔二つ正岡式大屋根は皆寺にして風香る岩やさざ波 Who countless tiles roof temples do not the mountainside Just give me time to read キリさんごめんねお待たせ俺も今来たとこだハルト君のパパ急かさないといけないのにね邪魔しちゃったみたいでいや草野球の試合なら地元の人間もたくさんいるだろうしなかえって遥のことを聞くにも好都合かもしれないそう言ってくれると嬉しいけどなら行きましょう球場まで案内するああ頼む
おお、キリュウさん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しよったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、分かってる。飯野君、あんまりキリュウさんに恩着せがましくしないでよ。なんなら、キヨちゃん、分かっとるよ。じゃけど、本人がええ言うとるんじゃけ。キヨちゃんも、そがーにこいつの肩持つことないんじゃないの？飯野君には関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、キリュウさんはライトの8番じゃ。じゃけど、あんまり頑張りすぎんでええわ。わしら、気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、キリュウさん。ん？面白いもんじゃ。Oh my days. よくよく踊れてもいい。Oh no. 本当に狭い街だな、ここは。キヨちゃん、あんた、なんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんの。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、ナグモ。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れも英気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思うや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないですか。さあ、みんな待ってますから。ああ、今日の試合は荒れそうじゃの。あんた、前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それより、あいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今打った広瀬一家の3人だけじゃ。後のメンバーは仇じゃけ。それにの、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。なんかあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。野球に関しては真面目なんじゃなかったのか。あの人全員デッドボールにする気みたい。カモン、どうした、早うかかってこんか。いいのこれ、乱闘じゃろが。なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう、踊れ。それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッター、あの桐生っておっさんす。ああ、じゃけど柱は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったら、あの人のええとこなんもなくなるで。さあ、どうでもいいですよ。今日は頭、乱闘しねえと収まらないみたいだし。なら、とっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃの。大丈夫、キリュウさん。南雲が狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ、他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え？ようやく本命のお出ましじゃ。
今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の弾がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ、腐れけどが。死ねよ。確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。Yeah, I was going to fight on baseball pitch. Hey, mazi de koriya. Oasobi wa koko made ja no. Yosha, kenka ja kenka. This ain't me.